もご利用いただき誠にありがとうございます。パンツをご依頼いただいております。シミの付着状況ですけれども、左側の太ももあたりですね、ちょうどポケットの横になりますけれども、イカスミが付着した、あ、すいません、タコスミでしたね、タコスミが付着したということでご依頼いただいております。素材は綿とポリウレタンの混合のおしなになりますけれども、はい、まあそうですね、同じ炭でも木獣なんかと比べてまた違う除去の仕方をするんですが、まあ、こちらも例えば、パスタなんかに使われているイカスミですね、ソースが付着した状態と純粋にね、タコが排泄した炭が付着したのとではちょっと状況が違うんですけれども、まあ、こちらをね、今から除去していきたいと思いますが、基本的にはね、そうですね、まあ、イメージ的にはね、牧獣なんかのように取りにくいようなイメージかもしれないですけれども、まあ、比較的ね、どちらかというと食品なんかに近いシミになりますので、ね、問題なく取れるのではないかと思います。はい、それでは後ほどまたさせていただきます。